もういい。浦田さんの恥ずかしい話する。いや、みんな聞いて、今日ね。何？ まあ、離陸前ビビってたけど。ほら、飛行機乗るときって、本当に飛行機に乗る前に、ほら、搭乗口から、まあ、乗るじゃないですか。で、バーコードリーダー、まあ、搭乗券ですね。搭乗券、バーコードリーダーを、改札のところにかざして、まあ、進むじゃないですか。で、まあ、僕はね、先週も飛行機乗ったし、何回も飛行機乗ってるから、慣れてるから、いや、予習勢だからね、あんた。まあ、僕は一発でビビッつってクリアしたんですよ。で、こう、ウルトさん来るかなと思って振り返ったら、なんか、プンプンつって プンプンつってゲートが閉じたままで、なんだろうと思ったら、なんかレシートが、ほら、荷物検査の時に出てくるレシートがあるんですよ。チケットとは別の、荷物検査した時のレシートを、そう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 。バーコードリーダーにかざしてて、これ違えと。なんでそこにレシートかざしてんのっつって。そしたら、ああ、やばい、これじゃねえのかと思って左にずれたら、そう。そのキャリーケース持ち込むことできないんですよって言そう。われキャリーケースを預けないままで、切っちゃってて、そう、で、すごい、はめられたよ。そう、客室乗務員かなんかわかんないけど、女の女性の方に、それちょっと機内に持ち込めないですね、つって、急遽、没収とされて、そう。で、その後、チケット出して行こうと思ったら、なんか 帰りの便のチケットを 帰りの便のチケットを貸してて いや、どっちか分かんない、これね。いや、日付見たらわかるでしょうよ。 2枚あって、2これ枚。片方控えなんだみたいな。控えで、だと思って。でも一応2枚出してたら。そう、なんかバーコードリーダー読み込むところにチケット2枚かざしてて、何してんのっつって。そしたら、2日目の帰る便のバーコードリーダーのやつ、QR コード。あなたでも予習してたからね。まあ、絶対その福岡に行った時にちょっとミスったでしょ。ミスってないよ。 ミスん絶な対いミよ。スったと思だって高知県帰る時とかもう飛行機乗りますし、う。なるの？実家ですもん。だって何実家？実家ですよ。両親が暮らしてますよ。実家はなんか、あれじゃなかった？なんか、戦国時代の時に滅びたって聞いたけなど。んでタイムマシーンに乗ってんだよ、俺は。飛行機に乗ってんだよ、俺は。同じく浮遊してるし。まあでも、イベントとかでも結構、使ったりしてましたね。札幌行った時もありましたし、イベントで。ゴミついてなんだよ、それ、脇腹。いや、村田さんはね、今日は飛行機童貞だったんで。飛行 機だってさ、ね。荷物検査の時もさ、やばい、どうするのこれ、みたいになってたじゃん。いや、2回目だからね。これどうすんの、どうすんのって。で、怖いんだ。俺が、携帯電話とか、金属は全部このカゴに入れるんだよ、つって。そうなんです。そ入れてました。う。村田さん、テンパってたからね。これどうすんだ。そう。いや、わかんなかったね、あれは。あれでもさ、なんか金属探知でね、ピーピーってなってさ、体検査されなかったな。なんでやねん。楽しそう楽しくねえだろ、恥ずかしいわ、逆に。やったー、俺銃持ってるかもしんねえぜみたいな。銃持ってたら捕まるわ。ビビ銃刀法違反やん。やりたかったあれ。あれで止も、められるのかな、いきなり。止められたことあるよ。でも止められても、もう一回通ってくださいって言われる。へえ、誤作動かもしれないそうね。そう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 。でもう一回なったら怖いって言われるでもあんまない。そうしたらベルト外してくださいの。指輪とか外してくださいとか、ネックレス、イヤリング、イヤリング、ピアス外してくださいとか、そういうの言われて、終わる。ゴミついてる？ゴミじゃねえ、ほくろ。ほくろでもなかったわ、今。ゴミじゃねえんだ。そうですね。飛行機分かんなかったね。マジで。しかも超飛び、あの、離陸するとき超怖かったし。マジで怖かったね、あれ。いつ行くの？いつ行くの？ゴゴゴゴゴ！やばいやばいやばい！マジでマジでマジで！って言ってたからね。飛び立つ瞬間。自分で言うけど、あと、
すげえ早く動いてねって思ったら困ってる。そう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 。離陸前にあの滑走路の手前で止まるんだけど、光があの一定でこのピカピカピカって出てたから、あ、これすげえ速さで走ってんだと思ったら、そうそう、止まってる、ま、止まってた、全く動いてなくて。そう、浦田さんがさ、え、これ速すぎて止まって見えるんだけどみたいな、そうそうそう、速すぎて止まって見えるみたいなこと言ってたら、え、これ止まってるよっつってガチガチ止まりガチで止まってたっていう、ガチ止まりしてた、うん、はめられたわ、あれ、はめられましたね。うん、あれはでもね、いや、動いてなかったじゃん、だってあれは。やめなさい。はい。でもね、まあ、あの浦田さんのね、おっちょこちょ、にゃん、浦田さんのね、かわいい、今脇腹をさば、いや、脇腹、いい、もう、はあ、脇腹はやめなさい。次バラバラです。もう浦田さんがずっと、もうやばい、怖い、落ちる、絶対落ちるぞ、うわ、落ちろ、やばい、怖いずっと言ってた。めっちゃ迷惑な客やないですかそれ。めっちゃあの人飛行機乗るの怖いらしくて、うん、いや確かに、うん、北海道行く時とかも、もうめっちゃもううわーってなってんだもん。ああ、そうだ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 、あ、そうなんや。そうでしたね。そんなしょっちゅう落ちてたら、もう大事なってるわ、日本って言ってあげたから、ちゃんと。優しいのかどうなのか。確かに。地上での事故の方が多いから安心し、言うて。空の事故あんまないから。3時間半ぐらいのフライトでしたね、行きしは。まあでもさすがに我慢できないんで、そこで脱いだわ。そう。で、まあ、あれやね、でも、あの、そこでもやっぱ、あの、浦田だけちょっと飛行機着くの遅かったもんね。そうそうそう。ああ、落ちるか。落ちるかもしれへんって言いながら、あれやもんね、雲に多分ぶら下がって、ちょっと飛行機遅れてたもんね、多分。そうそうそう。落ちるって言って、こう、雲にぶら下がったせいで飛行機が、ちょっと前に進めへんってこう、なってたもんね。どんな構造してんねん。浦田のとこだけ壁いいんかそれ。相当強い力。相当強い力を使ってますねそれ。相当力も強いし、雲つかめるってメルヘンな設定なんやねんそれもね。彼はそういう世界に住んでるのかなと思って。そういう世界に行ってる。ドラゲないでね、あの雲美味しそう、美味しそう言って。パク、うまーって。あ、綿菓子食べて。やし。やめとけやめとけ。やし。やめとき、うん、でも止められるのかな、いきなり。でも止められたことあるよ。でも止められたらもう、もう一回通ってくださいって言われる。へえ、誤作動かもしれない、ね、そう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 。でもう一回なったら怖いって言われるの。でもあんまない、うん、そうしたらベルト外してくださいの、うん、あの指輪とか外してくださいとか、うん、ネックレスイヤリング、あのイヤリングピアス外してくださいとか、うん、そういうの言われて、うん、終わる。ゴミついてる。ゴミじゃねえ、ほくろ。お風呂でもなかったわ今。ゴミじゃない。そうですね。いやピー、飛行機分かんなかったね。マジで。しかも超飛び、あの離陸するとき超怖かった。マジで怖かったね。いつ行くの、いつ行くの。ゴゴゴゴゴ、やばいやばいやばい、マジでマジでマジでって言ってたからね。飛び立つ瞬間。自分で言うけど、あと。すげえ早く動いてねって思ったら困ってた。そう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 。離陸前に、あの、滑走路の手前で止まるんだけど。光が、あの、一定で、このピカ、ピカ、ピカって出てたから、あ、これすげえ速さで走ってんだって思ったら、そうそう、止まってる、ま。止まってた。全く動いてなくて。そう、浦田さんがさ、え、これ早すぎて止まっ、走ってて。これ違え。なんで、なんでそこにレシートかざしてんのっつって、そしたら、あ、やばい、これじゃねえのかと思って左にずれたら、そう、そのキャリーケース持ち込むことできないんですよって。そう、あのキャリーケースを預けないままで、あの切っちゃってて、そう、で、すごい、あの、あの、そう、あの客室乗務員かなんか分かんないけど、女の女性の方に、あ、それちょっと機内に持ち込めないですねっつって、急遽没収とされて、そう、でその後チケット出して行こうと思ったら、
なんか帰りの便のチケットを帰りの便のチケットを貸してて、どっちか分かんなかったね。いや、日付見たら分かるでしょうよ。え、2枚あって、2枚片方控えなんだみたいな。あ、控えで、だと思って、でも一応2枚出してたら、そう、なんかあのバーコードリーダー呼び込むところにチケット2枚かざしてて、え、何してんのっつって、そしたら2日目の帰る便のバーコードリーダーのやつ、QR コード。あなたでも予習してたからね。まあ、絶対その福岡に行った時にちょっとミスったでしょ。ミスってないよ。ミスってないよ。だって高知県帰る時とかもう飛行機乗りますし、なるの実家ですもん。もういい。浦田さんの恥ずかしい話する。何？いや、みんな聞いて今日ね。いや、まあ、離陸前ビビってたけど、ほら、飛行機乗るときって、本当に飛行機に乗る前に、ほら、搭乗口から、まあ、乗るじゃないですか。はい、で、バーコードリーダー、まあ、搭乗券ですね。搭乗券、バーコードリーダーを改札のところにかざして、まあ進むじゃないですか。で、まあ、僕はね、先週も飛行機乗ったし、何回も飛行機乗ってるから慣れてるから。いや、予習勢だからね、あんた。まあ、僕は一発でビビッつってクリアしたんですよ。で、こう、ウルトさん来るかなと思って振り返ったら、なんかプンプンつってプンプンつってゲートが閉じたままで、なんだろうと思ったら、なんかレシートが、ほら、荷物検査の時に出てくるレシートがあるんですよ。チケットとは別の、荷物検査した時のレシートを、そう、バーコードリーダーにかざって。何実家って。実家ですよ。両親が暮らしてますよ。実家は、なんか、あれじゃなかった、なんか戦国時代の時に滅びたって聞いて。なんでタイムマシンに乗ってんだよ俺は。飛行機に乗ってんだよ俺は。同じく浮遊してるし。まあでもイベントとかでも結構使ったりしてましたね。札幌行った時もありましたし、イベントで。ゴミついてる。なんでよそれ、脇腹。いや、村田さんはね、今日は飛行機童貞だったんで。だってさ、荷物検査の時もさ、やばい、どうするのこれみたいになってたじゃん。いや、2回目だからね。これどうすんの、どうすんのって。で、俺が携帯電話とか金属は全部このカゴに入れるんだよっつって。そうなんです。そう、入れてました。浦田さんテンパってたからね。これどうすんの。そう、いや、分かんなかったね、あれは。あれでもさ、なんか金属探知でね、ピーピーってなってさ、体検査されなかったな。なんでやねん。楽しい。楽しくねえだろ、恥ずかしいわ、逆に。やった、俺銃持ってるかもしんねえぜ。銃持ってたら捕まるわ。指、銃刀法違反やん。やりたかった、あれ。って見えるんだけど、みたいな。そう。早すぎて、止まって見えるみたいなこと言ってたら、え、これ止まってるよっつって。ガチ止まってた。ガチで止まってたっていう。ガチ止まりしてた。うん。はめられたわ、あれ。はめられましたね。あれはでもね、いや、動いてなかったじゃん、だってあれは。やめなさい。でもね、まあ浦田さんのね、おっちょこちょ、にゃん、浦田さんのね、かわいい、今脇腹をさば、いいや、脇腹、いい、もう、脇腹はやめなさい。次バラバラです。もう浦田さんがずっと、やばい、怖い、落ちる、絶対落ちるぞ、落ちろ、やばい、怖い、ずっと言ってた。めっちゃ迷惑な客やないですかそれ。めっちゃ人飛行機に乗るの怖いらしくて、いや確かに、北海道行く時とかももうめっちゃもうってなってんだもん。汗バタ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 、汗バタ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 。あ、そうなんや。そうでしたね。そんなしょっちゅう落ちてたらもう大事なってるわ日本って言ってあげたから、ちゃんと。優しいのかどうなのか。